こんにちは、皆さん。小野慎でございます。今日はですね、見てください。ACT プロジェクトというね、子供たちの夢を継続するというイベント、今日第4回でございます。僕はですね、当日の、ディレクターもやってるんですけど、ちょっとですね、まだ頼まれてないんですけれども、勝手にマイク持ってましてですね、アシスタント MC っていう形で、時にはもう、ヤジで入ってしまうかなという企みもありますので、どうなってくるのか、お期待ください。ブラボー、ブラボーです。ムチです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、お父さんお母さんに、ご案内しておきますが、こう見えてスポーツアナウンサーです。さて、この ACT プロジェクトなんですが、今回で4回目になります。でこの筑波市では初めての開催となります。でこのプロジェクト、今日見ての通り元 G リーガーが集まっていただいて、筑波大学ですね、今年関東で1位になった筑波大学さんと、試合をするというイベント、それからサッカー教室とかミニゲーム、いろんなことで触れ合っていただいて、みんながちょっとでも J リーガーになりたいとか、プロサッカー選手になりたい、筑波大学入りたいとか、そんな夢を描いてもらえればいいなというふうに思ってます。さらにもう一つ、セカンドキャリアといって、引退した選手が何をやっているかっていうのもちょっと知っていただきたいなというふうに思います。保護者の皆様とかチーム関係者の皆様、子供が夢を叶えたい、ゲリラになりたいという声があったら、ぜひ後押ししてほしいなというふうに思います。しっかりとサッカーをやり続けたからこそ仕事ができるということもあると思いますので、そんなことを知っていただいて、みんなの夢を後押しできればと思います。それでは今日、怪我なく楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。みんな軸足が後ろを向くって、今向いてるんですか？軸足向ける、軸足向ける、軸足は相手向ける。そう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 、ナイス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 。もっとはっきり向けていいよ。ということで皆さん、今まさにメインゲームの第1試合、元 J リーガー VS 筑波大蹴球部のゲームが行われておりますが、まだですね、マイクの時間は行ってないんですけども、ちょっとね、静かなんですよね、ゲームが。入っちゃうかなって、勝手に入っちゃうかなって思ってますんで、ちょっとそのあたりレポートできるように頑張りますんで、ご期待ください。いってきます。ただいま得点を決めた筑波大蹴球部の応援、もう一度皆さんに聞いていただきたいと思います。小太郎、はい、1点取りました。改めて次までお願いします。筑波大学もっと点取れるよな。受けてくれた、受けてくれた、受けてくれた。
はい、はい、じゃあね、私からは現場に降りておりますので、まあ、お食事中のお子様もいらっしゃいますが、空いてる時間を使ってね、子供たちにインタビューをしたいなと思っておりますよ。ムッチーさん、バンバン子供たちに話聞いてきちゃおうかな。僕ね、ピッチサイド右側にいるんですが、将来の夢とかちょっとインタビューで答えてくれる子いるかな。将来の夢を教えてもらえますか。これは素晴らしい夢じゃないですか。世界一周いいですね。きっと今日のイベントを通じてその夢掴んでいきましょう。大きな声で、じゃあ今日の一日の思いを大きな声で発表してください。選手がきっちり4人に揃っているのが元 J リーガーチーム。はい、ディフェンスラインで様子を見ているこの中森。ディフェンスラインで様子を見ているこの中森。ゴールを決めていくってな。ゴール決めれば決めてきたー。ゴール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 。ということでですね、メインゲームミニゲームとどんどんスケジュールが進行してですね、今抽選会ということで。僕が現役の時インドネシアでプレーしてたんですけど、そのところのチームのユニフォームです。最初プロを始めた時に契約してくれたアンブロさんの、シューズですね。福島さんはまさかの世界に1枚プレミアムユニフォームです。うわーすごーい。はい、自分が手掛けている NP ゴールキーパーグローブです。スニーカーです。これはマジですかと思わせてのこれをイコール靴下来ました。あ、違う違う違う、全部マジですか。シューズと、あ、いやパンツも脱いだ。すごい、笑ってるけどユニフォームで、うわ、上が来た。やばい。お父さんお母さん、あのマキですよ。関係各社の皆さん本当にありがとうございました。素敵な本当に時間を過ごしていたと思います。みんなサッカーやってきたんですけど、みんな楽しんでます。で、楽しむっていうのはもちろんこうやってみんなボール蹴って楽しいよね。でも失敗しても全部楽しんでください。これからいろんなことあります。いいことだけじゃなくて、多分プロの選手たち楽しいことより嫌なことの方がたくさんあったと思う。でもそれも楽しんできた。みんなそれを乗り越えてきてプロ選手になって活躍しているたくさんの人たちがいます。だからみんなこれから目標とかあると思うんだけど、楽しむってことを、嬉しいことばかりじゃなくて苦しいことも全部楽しんでください。はい、と、そしてそれが身になった時には必ずこの先につながるので、みんな頑張ってください。あとはしっかりとプロの技術とか目で見たり、今情報もたくさんあるから、自分でそのチャンスをつかむってことを忘れずにやってください。 OK? はい、最後に元気にお父さんお母さんありがとうございましたって言える？ありがとうございました。はい、できました。支援の皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、皆さん今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。子供たちが夢を持ち続けるためには、子供たちが夢を持つことはもちろんですが、子どもたちが夢を持ち続けられる環境を私たち大人が本当は作っていかなくちゃいけないんじゃないかなという思いが、この4回のプロジェクトを通じて私が今感じていることでございます。私たち運営スタッフはもちろんですが、今日お越しくださったアスリートの皆様、そしてご家庭で子どもさんといつもね接していらっしゃる保護者の皆様、
角度は違えど、私たちは今、社会を作る、一人の大人として、この子供たちが夢を持ち続けられる環境を、作る、まさにですね、そんな夢の舞台を作ることをですね、夢にして、こういった活動や、日頃の、生活に置き換えていくことが、本当のこの ACT プロジェクトの目的、本質じゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひですね、今日を通じて子どもたちの、ね、夢ができた、そしてその夢を持ち続けられる、応援し続けられる社会を私たちと一緒に、作らせていただければというふうに思います。ぜひ今後ともプロジェクトを通じて日本中に、そして世界中に夢を作ってまいりましょう。今日は一日ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございます。